本はクールじゃないと主張する日本在住の外国人さんの投稿が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日本がクールなんて嘘と主張する外国人さんに海外が大反論の話題です。海外、あんないい国他にない。日本は海外からの外国人さんに愛される魅力が数多く存在しますが、中にはどうしても理解できない習慣も存在するもの。外国人さんが実際に日本で暮らしてもやっぱり理解できない日本文化については以下のようなものがあるようです。お中元やお歳暮。アメリカではクリスマス時期、隣近所や同僚にちょっとしたプレゼントを渡したり、行きつけの美容師さんにチップを弾んだりすることがあるそうですが、毎年恒例のように贈り物をする習慣はないようです。本音と建前。外国人さんにとってはこのことが一番悩みの種になることが多いようです。遠慮や謙遜は日本人の美徳なのかもしれないけど、分かりづらいからはっきり言ってほしいとのことです。すみませんを対応すること。日本人にとってのすみませんイコール謝罪、お礼、質問など多岐にわたりますが、日本人はいつも謝罪しているという勘違いが生まれ、違和感を感じてしまうようです。お見合いや合コン。パーティーや友人との集まりで素敵な人と出会うことはあっても、改めて出会いのための席を設けるということは不思議に感じるようです。音を立ててすすって食べる。日本人は麺類を食べる際はすすりながら食べるのが一般的です。でも外国人さんから見るとその行為は非常にマナーが悪く不快と感じるようです。お通し。海外でもチャージ料やチップなど注文した商品やサービスの代金以外にも料金を払う習慣はあるものの、日本にあるお通しのように頼んでもいない商品が出てきてそれに代金を払うような習慣はないようです。生ものを食べる。日本人ではお寿司はもちろん、生卵をご飯にそのままかけて食べたりと生ものを食べる習慣がありますが、海外では生ものを食べる習慣がない国が意外と多いようです。食器を持って食べる。日本人は箸を右手で茶碗を左手で持って食べます。しかしながら海外では食器を持つ行為をマナー違反とする国は意外にも多いとのことです。働きすぎ。社員一人当たりの残業時間は世界の中でもトップレベルである日本。海外では労働の対価をきっちり払わないとまず従業員は働かないようで、仮に残業代が出るとしても家族やプライベートの時間を削ってまで仕事をするといった発想がそもそもない国が多いようです。ファックスを利用している。 E メールが普及している時代にファックスを使用するメリットはあまりありません。でも昔ながらの方法を好む方がいることもあり、家庭や会社でも未だファックスが使用されているのは世界的に見ても少ないようです。コンビニ前の傘。海外の人から見るとなぜ置きっぱなしで盗まれないと思ってしまうようです。長財布をお尻のポケットに入れる。海外でお尻のポケットから長財布の頭が出ていれば盗んでくださいと言っているようなものと感じてしまう外国人さんも多いようです。日本でもスリがいないわけではありませんが、国によっては十中八九盗まれてしまうとのことです。電車やバスでの居眠り。海外では電車やバスに限らず公の場で居眠りをしてしまえばまず持ち物がなくなってしまうようで、日本人が外で居眠りをするのが信じられないようです。子供だけでの登校。海外では子供を犯罪などから守るためスクールバスで送り迎えするのが一般的です。スクールバスを利用しない場合でも必ず親が学校まで送り迎えをするようです。口元を隠す。特に日本人女性に多い笑う際に口元を隠す独特の仕草、外国人さんから見ると変な仕草と捉えられることが多いようで、人によっては隠し事をしているようにも感じ取ってしまうこともあるそうです。
満員電車。一部の国では同じような現象は起きているようですが、日本の通勤ラッシュは世界的に見てもトップクラスの乗車率を誇るようで、やはり驚く外国人さんが多いようです。さて、そんな日本で暮らす外国人さんがあるスレッドに次のような投稿をしました。投稿主、日本がクールなんて嘘だよ。やっぱりアメリカがいい。日本ってみんなが思い描くほどクールじゃないよ。僕、日本に2年間住んでるけど、アメリカが恋しくて恋しくてならないんだ。だって日本にチートスもないし、アービーもラリーもファイブガイもないんだ。タコベルを探すのだってトイレットペーパーを見つけるより大変なぐらいだ。みんなは日本の電車はとても綺麗で素敵とか言ってるけど、学校に行くために毎朝電車に乗るんだけど、座るなんて言語道断。座席すら見えない状態だよ。日本でカスタム PC を購入したんだけど、3000ドルなのに44万3000円も請求されたんだ。それって約4000ドルだよね。高額請求されちゃったみたいだ。アパートだってとっても高いしさ、東京に住むなんて絶対にやめないよ。財布を開くたびに目を向く羽目になるからね。この投稿に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。ああ、君は随分ホームシックのようだね。でも言っとくけど、それって日本のせいじゃないから。つまり君はアメリカのジャンクフードが恋しいだけさ。ただデブになるだけなのにね。東京が世界の他の大都市と同様に高額って、それは驚きだわ。一体東京のどこに住んでるんだ？投稿主、板橋区だよ。いいところじゃないか。池袋までも徒歩圏内だしね。日本の田舎にはたくさんの美しい場所があるよ。沖縄なんてとっても美しいよ。で、あなたはアメリカのどこから来たの？東京はアメリカのほとんどの主要都市より物価が安いよ。投稿主、ケンタッキーだけど。ああ、ケンタッキーフライドチキンは実際に日本ですっごく人気があるよ。君は何を期待してアジアに住んでいるの？ファイブガイがいいって？それはないでしょう。アービーはずっと前に日本で閉鎖されちゃったよ。電車に関してのコメントだけど、日本の電車は本当に世界で最もクリーンなのは間違いないよ。君はニューヨークの地下鉄やパリの地下鉄に乗ったことがある？とにかく最悪だよ。ほんと、ニューヨークの地下鉄よりひどい地下鉄は他にないね。僕も日本に6年いるものだけど、あなたの言うことにほとんど同感だね。日本をロマンチック化することに対しても嫌悪感があるよ。故郷に帰った時にはものすごく幸せを感じるよ。きっと君はカルチャーショックを受けているところだと思うよ。カルチャーショックには4つの時期があるんだってさ。ハネムーンシーズン、すべて素晴らしい。嫌い嫌いシーズン、すべてダメ。ユーモアシーズン、すべて面白い。ホームシーズン、欠点はあるけどここが好き。君は今、嫌い嫌いシーズンにいるようだね。今後はホームシーズンに到達する可能性はあるけど、それは 100% 君次第だね。日本は住むには高価だけど美しいところだよね。東京って私が今まで行った中で最も美しい都市だったわ。あんたが知らないだけ。こんな国は他にないんだよ。他に行ってみ、痛感するから。ところで、なんで日本人はそんなに小さいの？遺伝じゃない？じゃあなぜアメリカ人はそんなに太っているの？私は長年日本、神戸に住んでいたのよ。君はアメリカのファストフードに固執するんじゃなくて、日本のファストフードを好きになった方がいいと思うよ。投稿主、でもチートスが恋しい。日本でサウナに行ったことがあるかい？最高だよ。そのサウナで唯一白人男性だったよ。シャワーや使い捨て歯ブラシも完備されていたし、食べ物はもちろん最高。
あんないい国他にないぞ。日本っていうところは住むんじゃなくて訪れるのに最適な場所だと思うよ。だって悲惨なぐらい狭いしね。ただ食に関しては最高に気に入ってるね。ラーメン屋や回転寿司なんかは一人で食事をするにも楽だし、チップもいらないのに顧客サービスは世界最高だよ。日本への不満なんて何もないよ。確かに日本のスナックやジャンクフードはチートスと同じくらいうまいよ。以上が海外の反応です。なるほど。投稿主さんはアメリカがいいというよりホームシックなのではないでしょうか。故郷は誰にとってもいいところです。早く日本の生活に慣れて余裕ができて日本の良さも分かってもらえると嬉しいですね。私もチートスを買って食べてみます。皆さんもご意見や感想がございましたらぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。